はい。皆さん、こんにちは。りょうです。今日はですね、体験カテゴリーの中でも特に人気の高いこちら、騎士体験を使って、攻略の方をやっていきたいと思います。このね、ドイツ流の独特なモーションっていうのがね、採用されている体験になっていて、結構ね、体験カテゴリーでは人気があると思うんだけど、今回はですね、技量進行系統のキャラクターで扱っていきたいと思います。で、技量系といえばね、フランベが出血のね、状態異常がついてる武器なので、かなりね、攻略面では使いやすい部分っていうのはあるんだけれども、それよりもね、基礎値のしっかりと高い、こちら騎士体験を使って技量系にもね、割と適した武器になっておりますので、エイリー派生をね、メインに活用していきたいなというふうに思います。で、今回メインでね、使っていきたい戦技は霊気の麒麟になっています。凍傷のダメージを期待してるっていうよりかは、凍傷中の火ダメージアップなんかをね、うまく活用して、このエイリーな騎士体験の基礎火力をね、しっかりと相手に高く与えていくようなやり方っていうのを今回は紹介しようかなというふうに思っていて、タリスマン構成ね、今んとここういう感じで考えてるんだけど、ちょっと物足りなんかをつけたな。こういうね、ちょっと独特な構成っていうのもやってみたいなっていうふうに思っています。で、体験カテゴリーっていうのはですね、基本的に相手の体幹削りっていうのがですね、論素とか、極限とか刀とか、ああいうのに比べて約倍だね、実質倍程度の体幹削りを持ってるので、結構ね、両手持ちの殴りだけでもダウンが取れたりするので、霊薬に関してはね、相手の体幹削りを上げる、岩棘の割れ雫と装備重量がね、再起量になって、相手のモーションをしっかりとね、切りながら、適切に攻撃を入れていくっていうやり方を今回は取っていこうと思います。というわけで、3周目の世界へレッツゴー。で、今回なんだけど、進行をね、33まで上げてシャイブリリの叫びが使えるようにしてあります。で、それだけじゃなくて、黒炎のね、エンチャントなんかもね、合わせて使っていきたいなっていう風に個人的には思ってるので、そのあたりのね、火力感も合わせて、確認の方をしていただけたらなと思います。で、薬飲んでねえや。やっちったー。はい、行きまーす。で、ここら辺はジャンプ攻撃とか適当に挟み込んどいて、相手がモーションに入ってた時に、ダウン致命を狙っていくといった形になります。お疲れちゃん。で、どうしてもね、体験を使った攻略ってどっちかっていうと、ため攻撃主体で立ち回るのが一番火力効率いいんじゃないかなって思ってる人もね、結構いらっしゃるんじゃないかなって個人的には思っているんだけれども、案外ね、普通の振り、十分強いですし、ジャンプ R2 とかだね、の相手の体幹削りって結構しっかりしたものがあるから、そういうのもね、うまく活用しながらやっていくのが個人的にはいいかなと思います。はいはいね、これ結構簡単にダウン取れるから。で、ここでため攻撃入れといて、ジャンプ攻撃からの、はい、しっかりとかわしてスタミナがない。おー、以上。はい。で、今回ね、黒炎の刃を持ってきてるんだけど、本当はね、片手振りでベンベンって振った方が火力効率はいいんだよね。本当はね、そっちの方がいいんだけど、やっぱこの騎士体験を使うときはさ、この両手持ちのこの独特なモーションの方がやっぱかっこいいよなっていうのがあるんで、今日はね、積極的に両手持ちにして使っていきます。ちなみに、エイリー系統の武器っていうのは、両手持ちにしても筋力補正ほぼかからないから、両手持ちにするメリットっていうのはほとんどありません。正直言うとほとんどないんだよね。脳筋系でやった方が本当はいいんだけど、今作ね、やや不遇と言われているこの技量系系統のキャラクターでもしっかりとした火力感が出せることを皆さんにお伝えしたいという、もうその一心で今回技量キャラクターでの騎士体験っていう選定しました。本当は魔術系統にしてグレートカーリアと合わせようと思っていたっていうのは内緒の話。はい、やっていきます。はい。で、ジャンプ R2 からの R1 まで入れといて、はい、しっかりと回避して、どうしようかな、霊気の霧でも打ってみるか。かかってやーんの。はい。で、ここで最大ダメぶち込んどいて、かわして追いかけてって、ジャンプ攻撃入れといてからの R1 入れといてからの、かわしてからの、ちょいダメ R2。はい。じゃあ、コトリックやっていきましょう。で、開幕のこの攻撃はしっかりと回避してもらって、1、2発。はい。からのジャンプ。攻撃が出ないんで、出ないときはもうおとなしく逃げる。はい。で、どっち来る？こっちかな。はい。じゃあ、ここでね、霊気かけといて、そこで食らっちゃうか。最大ダメ。はい。さあ、
で、ここはしっかり走ってて、ジャンプ R2、体幹のね、削りの高いジャンプ R2 でね、仕留めていきたいと思います。長いんだよ、いつもいつもよ。この霊気の霧と黒炎の刃っていう組み合わせね、結構個人的におすすめで、黒炎の刃ってさ、強いんだけど、やっぱエンチャントの効果時間がさ、短い部分っていうのが、どうしてもね、ネックになってくるんだよね。かけ直すの正直手間だし。だから、開幕とかのね、攻撃差し込みやすい時だけ黒炎の刃入れといて、で、間の中からはね、霊気の霧に、しておいて、まあ、火力が上がるわけではないんだけど、凍傷も期待できるし、凍傷が入ればね、30秒間かな、ヒタメージが 1.2 倍になるよっていう効果もついてるから、基礎物理のね、高い火力で、押していきたい時なんかには、まあ、銃口とか鋭利の、純物理の派生を選んでおきながら、霊気の霧を使うみたいなやり方を取ってもらうと、しっかりとしたダメージ感相手に与えられるっていうところが強みになります。で、霊気派生でねペシペシ殴った方がお手軽感は正直あったりはするんだけど、どっちかっていうとやっぱ純物理に染めといた方が、特にね周回とかしていくと火力通りやすかったりする部分はあるんだよね。魔法は微妙に耐性高いやつらがちらほらいたりもするから、そのあたりのバランスを考えると、まあ、鋭利あるいは重厚、上質、そういう系統の派生にしといた、このね霊気の霧っていう選択も一つねおすすめだったりします。はい、じゃあワンワンやっていきましょう。基本的にですね、HP の低い相手に対してはあまりね、なんだろう、黒炎系統とかを使っても火力感、いまいちになる感じになっちゃうから、そのあたりをねしっかりと意識して、まあ、こういう相手をするときはですね、あんまりエンチャントとか気にせず、しっかり通した攻撃タイミングを見計らっていくのが大事。へえ。これは多分これでいけるな。あんなドヤ顔グレートカリアの使い方があるだなんて知らなかった。覚えとこう。はい、じゃあレナラやっていきまーす。いいよ。スカ。ちょっと盛大にスカるのやめてくれ。はい。炎がすごい。凄まじい炎。はい。で、この辺で、これ、とりあえず入れといて、ペン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 。はい。オッケー。しゃぶりで叫べる？うん、無理だった。はい。で、ここに来たらですね、個人的には霊気の霧一発ぶっ刺しといてから、ワン、ツー、スリー、フォー。5&6。どうしたどうした、レイナラ。体験のひるみは苦手なようですね。で、今さ、レイナラが割と綺麗にこう、はまったように見えたと思うんだけど、体験ってさ、一般的な武器カテゴリーの中でも、そのひるみの時間、なんて言うんだろうな、強靭削りの話じゃなくて、攻撃を受けた際のひるみのモーションがね、少し大きく設定されてる武器になってるから、なんて言うんだろう。まあ、直剣とか刀とかで殴った時のひるみ時間に比べて、ちょっとね、ひるみのモーションが大きくなるっていう、効果が一応ついております。これ実はマレニアにもね、割と有効な手段の一つになるんだけど、例えば刀とかロンソだと、2発殴ると大体マレニアって次の行動を移るから、3発目、4発目殴るって難しいんだけど、体験の場合だとね、ワンチャン4発目まで食らう可能性がある。大体まあ4発目はちょっとかわされるんだけど、両手持ちの R1 3発ぐらいは、いわゆるまあチェインみたいな形で、入るパターンっていうのが結構あったりするから、ああいうね、ヒルム系統の相手に対しては割とね、そのひるみのモーションがでかいっていう部分で、結構ね攻略的には適した部分もあります、うん、まあ、ただ攻略に適している武器なのかって言われると、そこに関してはね、私的にはどうかなっていう感じは多少やっぱあったりはするんだよね、正直な話をすると。ただ見てこれ、かっこいいから、どう考えてもかっこいい。見た目性能は SSS だから、あのそのあたりも込みで、判断をしてほしいかな。ソウルシリーズっていうのは突き詰めていくと強さだけじゃないから、見た目の要素もとても大事。見た目の要素と強さのバランスが、まあ、一番大事ではあるんだけど、
正直オンラインで体験使ってる人とかほぼ見ないからね、ほぼ見ない、ほぼ見ないんだけど、その中であえて使っていくっていうのが、なんて言うんだろうな、ソウルシリーズのゲーマーだなって感じだと私は思ってる。まあ、要するに何が言いたいのかっていうと、強いか弱いかではなくて、自分が使いたいかどうか、ね、かっこよさを求めるかどうか、ね、ロマンがそこに存在しているかどうかっていう、その部分は絶対にね、ソウルシリーズをやっていく上では忘れてはいけない部分。やっぱロマンだから、ね、鮮やかに回避していく、食らっていく。はい、じゃあトカゲちゃんやっていきましょう。これもこの辺に霊気の霧舞いとったらワンチャンかかるんちゃうんか、かからんか。その距離感でもかかんないの、マジ。はい、おお、いい火力だな。おいおいおい、いい火力じゃん。立ち上がれ、立ち上がれ獣よ。へっ、どうこの火力感、悪くないでしょう。まあ正直悪くないように見せるためにシャブリリーまで、使ってるわけではあるんだけど、正直な話をするとね、シャブリリーを持ってきた理由もそこにあるし、足りない部分、例えば HP お化けみたいなやつらと対抗するときにさ、凍傷も出血も仮になかった場合どうしようかなっていう体での黒煙でもあるんだけど、はい、じゃあやっていきましょう。黒煙切れちゃったんで、ここは戦技だね。こっち入れといて、ひるますといて、はい、はい。で、ここです。溜め攻撃勝ち込んどいて、ダウンが取れちゃったら、一発殴ってからジャンプ R2 からの、はい、かわして、ここで、ベン。以上。はい。ほい、ほい、ほい、はい。はい、はい、はい。で、しっかり逃げてって、これスタミナやばくねえか。スタミナが枯渇していると。はい、スタミナ管理がちょっと難しいな。うん、結構ね、なんか R1 でペシペシ殴ってるだけでダウン取れるから、割とね、なんかそんなに体感ゲージとか意識しなくてもいいんじゃないかなっていう感じがするね。気がついたらダウン取れてるのが体験って感じ。はい、じゃあゴトフレイやっていきましょう。はい、でジャンプ R2、 これね、ジャンプ R1 じゃないとダメね。はい自分でやっといて気がついたわ、ジャンプ R2 ダメなんだよな。はい、ジャンプ R1 ね。はい、はい、こういう時に2発かな。ジャンプ R1、 スタミナが枯渇仕掛け、はい、でしっかりとダウンが取れたら表に回ってさようなら。あ、これ地名でフィニッシュするとさ、シャキーンみたいな討伐した時の音なくなるんだね。なんか前も違和感あったなと思って、なんかの動画の中でその話した記憶あるんだけど、地名で倒したからなんかボスの HP がなくなった時の音がない感じになってるのか。はい、じゃあもうゴッドやっていきましょう。まあ開幕はね、攻撃振らせたいんだが、あー、それか。はい、で一発殴っといて、このよちよち歩きモーションが来た時は、まあ、とりあえずこっち側に入って攻撃を一発入れておくと。この辺で霊気の霧とか適当に入れてみといて、入れてみるの、これ一応ね。で、こっち側避けといて、はい、ここで最大ためぶち込んどいて、ダウンが取れたら、これでちょうどいい感じの HP 割合になってるから、置き攻めの強攻撃で、なんで強化モーション入ってんだ、お前。はい。よいしょ。はい。はい。はい。これ足りないね。ウーでローリングね。ウーでローリングするのが本当のクロート。お疲れちゃん。なんであそこで強化モーション入ったんだ、こいつ。さすがにあの HP 割合で強化モーションを選んできたあたり、ちょっと AI が進化してると言わざるを得ないんだが。結構前から気になってたんだけどさ、なんでモーゴットって、
破れた後、こんなになんかミイラみたいな貧相な体になってるの。もともとはもう死んでたって意味なの、これ。なんか、この辺考察的なところで、こうじゃないかなっていうのがわかる方、もしくはなんかテキストとかでね、こんな言葉があったよっていうのがわかる方いたら教えてほしいんだけど、なんでこいつだけミイラになるんだろうね。すごい不思議。いや、DLC 早く来てほしいな。なんかミケラが主軸になってるところのストーリーだよねっていう考察がちらちら出てたりして、まあ確かにミケラっぽいよなっていう風に見てて思うんだけど、いや、時間軸とかどうなってんのかなっていうのはちょっと気になってて、まあ当初のさ、考察ではメリナと、ミケラは同一人物である、みたいな仮説が割とね、濃厚かなっていう風に言われてたし、俺もそうかなって見てて思ったりはしたんだけど、どうも、ミケラの話が仮に主軸で来るのであれば、まあメリナ燃えてるし、っていう部分との兼ね合いを考えると、やっぱ違う人物である可能性っていうのも出てくんのかねっていうところとかも結構疑問というかさ、まあ、今考えたところでわかるものではないとは思うんだけど、結構その謎が残っちゃうじゃんか。まあ、フロムゲーである以上全てが語られることなんて当然ないとは思うし、まあ正直な話をすると、どういうね、推測も、まあ、どこまで行っても確信に変わるものっていうのは特にない物語かなっていう気はするから、皆さんの方でというか、まあ、おのおのの解釈で、みたいな感じのストーリーなんだよね。フロムゲーってもともと、そういうのがすごく多いからさ。なんとも言い難いとこなんだけど、だとすると、メリナをめちゃくちゃ推してた初期と、DLC に関しては、後付け感がやっぱ半端なくなる可能性も、なきにしもあらずなのかなって、ちょっと邪推してみたりはするんだが、その辺はどういう感じでストーリーが進んでいくんだろうね。まあ、この辺は考察が好きな人の、動画を私も見て、ほうほうと参考にさせてもらうんだけど。で、まあそういうストーリー的なところもね、当然気にはなるんだけど、まあそれ以上に私が期待しているのは、まあ、どんな杖ボスが出てくるのかっていう、そこ。プラス、なんだろう、まあ、上質系の武器とかでね、ちょっとなんかヤバめなの出てこないかなとかっていうのはちょっと思ってるかな。まあ、正直、神秘系統とかでね、もう強い武器はもうたくさんあるから、神秘とか魔術はもうぶっちゃけいいかなって感じ。信仰とか技量とか上質とか、そっちかなの武器でなんかね、こう、おお、これはっていうのなのが出てくると、よりね、面白くなってくるんじゃねえかなって思ってるんだけど。まあ、正直でも、東証出血はもう大体のね、DLC ボスはもう効かなくて俺はいいかなと思う。ちょっとね、ライト層の人にはかなり渋い戦いになっちゃって、辛い要素にはなり得るかもしれないんだけど、まあ、フロムゲーである以上はね、やっぱね、苦しい戦いを経た方が、むしろ俺は得られるものが多いんじゃないかと。フロムゲーというものから得られる楽しみっていうのは多いんじゃなかろうかと、いうふうに思っている派閥なので、まあ、当初出血はもうほぼ効かない。まあ、効くんだけど、蓄積量が半端ないみたいな、ボス。で、もう純粋な素殴りで勝負するみたいな。そういう系統のボスもね、まあ、1体ぐらいは攻めて、ないとちょっと物足りないかなって気がするから、その辺がね、一番期待しているところかな。これでもし万が一、東証出血全部のボスに効いちゃいましたねっていう展開だったら、逆に俺はちょっと、フロムに物申したくなると思うわ。さすがに。やっぱね、フロムゲーに私がハマった最大の要因が結局、このゲームなんちゅう難しいんやっていう、その部分だったんだよね。甘えがあんまりなかった、って感じ。その部分があったから、フロムゲに惹かれたっていうところもあるし、直近のね、近年の作品の中ではさ、ブラボとか、セキロなんてさ、すごい難しくしてたわけじゃんか。だからそのあたりを考えると、エルデンリングはちょっとね、やっぱり、まあ、難易度が選べるように調整してある部分はもちろんあるんだけど、もうちょっとやっぱ厳しめな要素もね、取り混んでいかないと、やっぱなんか、フロムゲーらしさはちょっと薄いかなって気がするんだよね。最近のどっちかというとカジュアル志向向けのゲームになりかねないなっていう気がするから、ちょっとここいらでね、フロムらしいところはちゃんと見してほしいかなっていう気がしてるから、まあ、DLC ボスが何体出てくるかわかんないんだけど、新しい個体で、まあ、5、6体ぐらい、
は多分出てくると思うんだ。そのうちの2、3体ぐらいはもう当初出血効かないぐらいのね、やべえ感じのボスであってほしいなって個人的には思ってる。まあ、もっとボスがいっぱい出てくればなおのこといいんだけどね。で、まあ、その DLC の発表があったから俺もウォーロン今回さ、スルーしたんだけど、みんなウォーロンやってる？どんな感じ？なんか、見てる感じだとやっぱ、別にやらなくてもよかったかなっていう感じが俺の印象としてはあるんだけど、どうなんだろうか。ちょっと、その辺もね、もしやってる人がいたら、ウォーロンの率直な感想をお待ちしております。で、正直俺は、ウォーロンをスキップしたことをあまり後悔はしていない。なんか、だったらセキローでよくねえかなって、ちょっと俺は見ててやっぱ思っちゃった。なんて言うんだろう、3ヶ月とか半年とか遊べるゲームなのかなって考えた時に、なんか1ヶ月ぐらいしたら飽きちゃいそうな気がしたから、ちょっと今回はスキップしようと思ってやめたんだけど、ちょっとそのあたりの感想もね、やった人、教えてください。お待ちしております。率直なね、ご意見を期待しております。というわけで、巨人やってまいりましょう。まあ、巨人戦はね、黒炎の刃あればね、そんなに火力感的には問題ないと思うし、もともとまあ、純物理でしっかりとね、火力通るから。よっ。スカっていく。スカっていく。それ当たってる？それ当たってんの？マジ？やっぱあれだな、片手持ちでベンベン振らないとちょっと火力的に厳しいか。厳しめ。はい。で、ここでパッと変えといて、1、2、やっぱちょっと黒煙はいるな、これは。はい。で、ベン。当たんね。よし、ここで黒煙入れといて、はい、しっかりとかわす。その距離感やばくね？はい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 。で、しっかり近づいて、ここも、はい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 。はい。はい。はい。しっかりとローリングしていく。ほい、ほい、ほい。はい、はい、はい。なんだこのちまちました攻略は。正直巨人はどう考えても、もう居合使った方が強いんだよね。居合使った方が強いんだけど、まあでも体験とかでね、縛って攻略をするとなった時に、私が一番懸念してたのがこいつで、そしてそいつに対して何とかする手段ねえかなって考えた時に、やっぱ黒炎の刃ぐらいないと厳しいよねっていう、その火力感的な意味合いでね、倒せるのは倒せるけど、厳しいよねって感じになるから、まあ今回黒炎の刃を持ってきたといった次第でございます。まあ、これがね、技量系キャラクターのある意味では限界かな。はい、じゃあ、神肌の二人やっていきます。今日はね、いつものやつみたいなのは特にないので、普通に眠らせて、処していきたいかなっていう感じです。はい。やっていこう。体験にそんな優れたやつねえから。優れた戦い方なんてねえから。はい。はい。で、しっかりと眠らしたらね、安全な距離に入っていただいて、しゃぶりりを叫んでください。はい。叫ぶことが大事だから。で、体幹削りアップのね、霊薬が入ってるからね、しっかりとその辺も活かして立ち回っていくんだけど、まずは投資用にかけといて、1、2、3、4、5、6。はい。これを繰り返していきます。で、霊気の切りかけといてから、はい、1、2、3、4、5、6。以上。はい、この辺。
なぬ、寝ていないだと。はい。で、一回しゃぶりで叫んでおきましょう。一回ね、叫んどいて、効果時間しっかりと意識しといてから、ここでね、はい。で、これで霊気の切り入れて、はい。1、2、3、4、スタミナがない。はい、5、6。へっ。いや、正直言うと、やつらもね、いつもみたいにこう、なんか、蹂躙できる方法を私も考えたかった。考えたかったんだけど、出血がないんだったら無理。雷の羊でも使うかな、みたいなぐらいで考えてはいたんだよ。考えてはいたんだけど、まあ、それもまたちょっとちげえかなと思って痛い。それもまたちょっとちげえ痛い。ちげえかなと思って、まあ、ナチュラルにね、今回は戦ってみたと。行ったところになるんですが、ちょっと今日暗いすぎじゃねえか。おっ、ちょ、やばいってマジ。本気じゃん。本気じゃん、本気じゃん、本気じゃん。あ、これ無理。OK。食らったっていいんだよ。関係ねえから。で、ブレス吐かれたら、こっち側に一旦逃げたらいいんだよ。関係ねえから。よし。OK、OK。はい、1、2、3、4、5。で、この辺いたら大丈夫だね、この辺ね。はいはいはい。この辺ね、はいはいはい。おい、おい、おい。え？はい。やべえやついる、やべえやついる、やべえやついるって、マジ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 。やべえって、ほんと。バグってんじゃん、バグってんじゃん。あ、やばい。2体に絡まれたらこれは勝ち目がね。はい、じゃあマリケスやっていきましょう。今回嵐の刃持ってきております。まあ、あっと、やっちゃったね。はい、やっちゃいました。これ完全にやらかしたわ。回復してから、これ前乗りでかわしてジャンプ攻撃だね。はい。で、しっかりと交代してからこの辺で嵐の刃ペチン。こういうタイミングでジャンプ攻撃だね。はい、しっかりと見て回避。で、こういうタイミングで差し込むと。なるほど、なるほど。これね、多分ダウン取っちゃうと、ダウンじゃない、致命取っちゃうと、まずいことになるから、まずいことにさせないように、立ち回っていきたい。はい。おお、そう来た。はい、こういうタイミングで撃つ。これ多分、横薙の鋭い方の攻撃。はい、そうだね。やっちゃったぜ。障害物に阻まれている。はい。で、FP しっかりと回復していくと。中途半端だな、その攻撃な。はい。はいはい。はい。あ、いいっすね。それいいっすわ。で、ここしっかり中入って、これ、闘神直風だね。はい。はい。へ。はい。というわけで、お疲れちゃん。はい。ギデオンやっていきましょう。今回持ってきたのは巨人狩りでございます。しっかりとね、巨人を飼っていきたいかなと思います。というわけで、しっかりと地名をまずは入れといてから、相手のムーブ確認していただいて、はい。透かしていきましょう。はい。おい。おい。何を飲んでんや。はっ。はっ。これやばい。反撃を食らう。はい。で、この辺の距離感だったら、届かない。なんか変な挙動してんだけど、怖すぎ。やべえ、ギデオンが余裕しゃくしゃくになっちまった。はい。はめといて、回避したかったんだが、あー、やらかしてるわ、完全に。おお、最大ダメ使えるんだな、お前。よし。
機動性×やばい火力がこれは回避しないとやばいっす。はい、さあやつは一発だと。お疲れちゃん。いやきついわマジ。いやこれさ、徐々にこの攻略の厳しさみたいなのがね、みんなに伝わり始めてると思うんだけど、結構ね、体験ってやっぱ攻略向けかって言われると、正直ちょっと微妙なところいっぱいあるよなっていう感じではあるんだよね、正直ね。これ経路にしてないな。まあいいか。はい、やっちゃったわ。危な、助かったわそれ。はい、でローリングして切っといて、ローリングしてこれ蹴れない。はい、しっかりと回避してこうね。はい、いや軽量になってるな。はいはい、攻撃入れとく。これは一回霊気の切りでもかけといて、ペンペンペンね。はいはい、でここで最大ため勝ち込んどいてからのワン。オッケーオッケー、完璧完璧。はい、ここだな。で、霊気の切り入れといて、ウォーを入れてる間に、あいつは凍傷にかかるから、かかっていない。ははーん、この辺。はい、で、こう。で、ジャンプ攻撃からの、ローリング、で、密着ジャンプ攻撃からの、ワン、ツー、はい。で、しっかりと回避して、踏みつけは、勢いよく回避する。はい。で、これは、牛後方からのジャンプ攻撃。ナイスダウン。からの、チーメン。フィニッシュ。ホーラルーは、お手の物だったって話よな。ホーラルーはね。はい。というわけで、ラダゴン戦やっていきたいと思います。今回は、ラダゴン獣戦でとっても使える、まあ、脳筋技量系の立ち回り講座やっていきたいと思います。で、霊薬に関してはですね、攻撃が連続した際の火力アップを今回持ってきております。どうしようかな。これも変えちゃおうかな。いや、いいか。いいです。はい。このまま行きましょう。で、まずは開幕近づいてって、エンチャントかけてから、1、2、3、4、はい、しっかりと回避して、これはハイチャンス。ハイチャンスなんで入って、1、2、3、4、5。で、ジャンプして、R2 入れて、エンチャントかけて、ローリングでかわして、1、2、3、4、危ない。まだ行かないのか、お前。はい。消えてくれ。はい、OK でーす。で、ここはローリングからの攻撃1個入れといて、はい、近づいて、1、2、3、4、5、6と、はい、フィニッシュでございます。で、ここはね、しゃぶりりをかけといて、FP をしっかりと回復しておきたい。はい、間に合っていく。はい、で、しっかりとここ、エンチャント決め込んどいてから、1、2、3、4、5、6、7。で、ちょっと後ろ回って、1、2、3、4、あった。はい。これ。もうこれやってください。これがとっても強いので、おすすめ度は高いといったところになります。で、しっかりとしゃぶりにね、効果時間短いんでかけ直ししといて、反対側向いていただきまして、ダッシュいたしまして、音聞いて、この辺だなっていうのがわかるから、はい、ここでもう、ボン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 。以上。獣、残しといてやる。はい。といった形になります。乱撃のスペックの高さは、なんとなく皆さんにお伝えできたかなと思うんだけど、まあ、これがね、私が乱撃、刺さる相手にはとっても刺さるよって、いつも紹介をしているところになります。まあ、ちなみに乱撃は、脳筋系のね、戦技になっておりますし、もっと言うと、斧ジャンルだね。斧系統で使ってもらうと、威力がね、さらに上がるという補正がかかるものになるので、まあ、技量系なんであれば、解体包丁とか、こういう系統をね、使ってもらった方が本当はいいんだけど、本当はね、いいんだけど、まあ、そういう細かいことは一旦抜きでね、体験系統のカテゴリーでも、乱撃、非常に刺さりますし、特にフランベなんかを使ってる方に関してはね、出血も期待できて、とってもいいよというところになりますので、皆さん、こういった運用も一つお忘れなく。というわけで、
マリニア方面向かっていきましはょう。い、ソウル城西到着いたしましたのでやっていきましょう。今回ね、演劇持ってきました。エイリー派生なんだけど演劇を持ってきたというね、ちょっと謎な感じでやっていきたいかなと思うんですが、ここのエリアの奴らはね、炎が、割と特攻でね、しっかりと入りますんで、演劇あたりでしっかりとひるませつつ、立ち回っていきたいかなというふうに思います。で、演劇打つとね、ニアールとか周りの敵もね、反応しちゃう可能性あるから、そこだけちょっと注意なんだけど、はい、こんな感じでペンペンと入れていきましょう。はい、で、ここもう打っちゃって大丈夫です。はい。はい。あ、これまずいね。そこまずいっす。はいはいはい。オッケーオッケー。はい、で、しっかりとバフをかけておいて、まあ、ここはね、いつも通りパリ1名でいいかなと個人的には思います。はい、でこっちを来ていただいて、ここでパリね、で武器持ち替えてしっかりと地名を取っていくと、うん、なかなかいい火力。でこの攻撃の後はね、しっかりとかわして、はい、かわして、ここで演劇ボン入れておいてから、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ。へえ、カツカツの戦いになってんぜ。スタミナもねえしよう。でここ投げ物投げることによって飛ばせたかったんだけど、飛ばないなら OK と。はい、でここでしっかりと盾持ち替えといて、はい、かわして、パーリー。たまには置き攻めやってみる？怒られそう。はい、でここで持ち替えてパーリー、置き攻めいっちゃいます。お疲れちゃん。はい、じゃあロレターやっていきたいと思います。装備は元通りに戻しておきましょうということで、冷たい霧を持ってまいりました。じゃあしゃぶりで叫んで中へレッツゴー。でとりあえず開幕はね、いつも通り霊気の霧ぶっ刺しとくのがいいかなと思います。このぐらいの距離感でいいんじゃないかな。はい、しっかりとかわして、ここで一発殴りを入れておくと。はい、でこの辺からはそろそろ、うん、そう送る。はい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 、しっかりと回避を入れといてからのため攻撃入れといて、相手が強化モーション入るのを読んで、ここで攻撃1発2発3発殴っといて、ため攻撃からの、なんだその分散した攻撃は。はいはいはい、ディレイが過ぎるんだよ。お疲れちゃん。はい、というわけでですね、残すところマレニアのみとなりました。あ、ちなみに今日はね、もう毛布はちょっと割愛させていただきました。疲れちゃったんで、毛布は割愛させてもらうんだけど、最後の試合の前にですね、私が思う、この攻略において、対島抜きね、攻略においての体験のシビアな評価っていうのをね、ちょっと最後にお話ししておきたいなと思います。で、良いところも悪いところも当然あるっていうのは前提の上で、ちょっとね、今からシビアめにお話をしていくんだけど、まず体験のいいとこ何ですかって言われたら、最初にも言ったみたいに、直剣とか刀とかに比べて、相手のね、体幹削りっていうのが、当然、まあ優秀なんだよね。優秀になるように設定されている。例えばこういうモブに関しても、こういう感じで、まあ攻撃を、当てることによって、ひるませることができるから、その点では優秀だと言える。なんだけど、じゃあこれ特大剣と比べた時にどうだいって言われたら、特大剣の方がひるませ性能圧倒的に高いし、こういうガードされた時もさ、割と一発で弾こうと思えば弾けるぐらいの、相手のね、削り値を持っているっていう点で、特大剣と、体験の差別化がちょっと測りきれてないかなっていう風に、個人的には思ってる部分もある。まあ、要は、よく言えば標準的、悪く言えば中途半端なんだよね。例えば今作って、特大系の二刀流とかってめちゃくちゃ強いじゃん。火力面でもそうだし、
相手の体幹削りの側面で見てもそうだし。で、これ対ボスで見た時の話になるんだけど、例えば短剣、あるいは直剣、刀、そういう系統の武器でいけばね、2発ないしは3発入れられる場面。じゃあ、体剣、特大剣の場合だと、どうなのって言われると、特大剣は大体1発だと思うんだけど、体剣はじゃあ2発入れれんのかっていうと、実はそうじゃなくて、体剣も1発、特大剣も1発、直剣とか刀だったら2発、みたいな、ボスっていうのが非常に多いです、今作は。めちゃくちゃ多い。で、そういうボスを相手にしたときに、要は体験のメリットっていうのがあまり活かせないよねっていう部分になってくるんだよね。つまり何が言いたいかっていうと、論素とか刀が2発いけるんだったら体験も2発ぐらいは、まあ入れようと思えば入れれるんだけど、安全に入れれるわけじゃないのであれば、特大剣使った方が同じ一発なんだったら、状態異常の蓄積値の観点もだし、ダメージの観点で見てもそっちの方がいいんじゃないかって言える部分があるから、結局中途半端なんだよね、立ち位置的に。そういう部分があるから、私の攻略動画の中では体験、あるいはちょっとジャンルは違うけど武装っていうのが、ほとんど出てこないといったところになります。で、これは対人においては全然話が変わってくるよね。リーチの部分だったりだとか、ちょっとしたスーパーアーマーの部分だったりだとか、そういうところでね、ちょっと違いは出てくるから、対人とはまた別の観点で見たお話になるんだけど、純粋に攻略、綺麗に立ち回りをしていこうってなってきた時に、体験の選択肢がほとんど出てこないっていうのはそういうところなのと、もう一つは、その、火力を出す方法が、微妙に限られてる。例えば、R2 のため攻撃。ため攻撃特化型の斧たりつけて、ため攻撃の火力が上がる霊薬をつけてっていうパターン。こういうのもね、あったりはするんだけど、ため攻撃がフルで溜めてさせるんだったら、普通に、まあ、例えばだけど、軽量系武器のジャンプ攻撃だったら2回とか入れれるわけ。極限のジャンプ攻撃だったら2回入れれるよね。DPS の観点で見ても、やっぱり、介護感になっちゃうんだよねっていう話だし、もっと言うとスタミナのバランスもね、結構難しいじゃん、配分が。ため攻撃1発2発撃つとこのぐらいのスタミナの長さでももう自利品になっちゃうっていう部分とか、いろんな観点で見ると、実はね、体験っていうのは結構ね、ロマン系武器だなっていうふうに私は思っているので、まあそのあたりはね、人によって捉え方は違うと思うんだけど、まあ私的にはね、ちょっと使いにくいなって思ってる部分が、一応ね、そういうところになります、うん。で、今から戦うマリニアみたいな相手に対してはね、体験の強みっていうのはしっかりと出せるかなっていうところもあったりするので、このあたりはね、一概にどのボスに対しても弱いっていう話ではないんだけど、相対的に見て、万能感のある武器では正直言うとないかなっていうところと、もう一つは戦技の選択だね。結構難しい。例えば直剣でいうところの構え、刀でいうところの居合みたいな出の速さがあるわけではない、踏み込み切り上げになるし、踏み込み切り上げとか獅子切り使うんだったら基礎値の高い特大剣でいいよねっていうところのジレンマだったりだね。あと、まあ、AD 系でいけば、貫通月があるからね、貫通月あたりは全然使えるかなとは思うんだけど、正直、単発の武器で持つんだったら、筋力補正で両手持ちのね、補正がかかる重口径、使った方がいいよね、とかっていう、もういろんな観点で見ていくとね、なかなかね、評価が難しいです。途中中で使った乱撃にしてもね、筋力系でも、戦技になるから、普通に両手持ちで筋力補正しっかりと乗せた武器でやった方が火力も出る部分、あったりするし、あと、まあ一応大型系武器のジャンルになるから、2連切りとかさ、連続突きとかのモーションがね、鈍化するっていう部分もあったりするし、まあね、いろいろね、難しいです。評価がすごく難しい、ので、まあ攻略面ではね、私はあまりおすすめはしていないんだけど、まあ使える可能性があるとしたら、魔力系統の派生にしたグレードカーリアは割と強いかなとは思うんだけど、グレードカーリアはね、これ詳細を知ってる人少ないと思うんだけど、自費剣で使おうが体剣で使おうが、実は火力一切変わらないんだよね。刀身のダメージ判定が
実はグレートカーリアにはないから、ダメージ全くイコールになります。プラスの強化値と能力値補正だけでダメージ算出されるから、武器の基礎値関係ないんだよね。だったら、短剣で使った方が使いやすいやとか、直剣で使った方が使いやすいやになっちゃうっていう。まあそういうところもあるんだよね。だから、グレートカーリアとか、そういう系統の大技系統の戦機なんかを使えば、その足りないね、火力の分補ったりはできると思うし、まあもっと言えばだけど、神秘技量みたいな感じでね、地派生の騎士体験とか、っていう形で使ったりすれば、またね、別の見方も多少はできるんだけど、結局地派生の系統で引くんだったら、極限二刀流に勝てんのかいとかね、もういろんな問題が、複雑に絡み合っていると、いったのが、まあ、体験の今作の立ち位置なのかなと、攻略においてはね、シビアな目線で見るとそういうことが言えるのかなといったところになりますが、しっかりね、マレニアみたいに刺さる相手もおりますので、そのあたりもね、詳細見ていきたいかなと思います。というわけで、ラストの一戦やっていきましょう。まあ、細けいことはいいんだよ。ロマンの武器ってのは必要だから。ロマンのない武器ばかり使っていても仕方があるめ。やっていこう。なあ、そうだろ、マレニア。ロマンのある、誉れのある戦いやろうや。はい。で、ちょっと待ってね。で、霊気の切りかけといて、誘導かけといて、はい。はい。はい、はい。で、ここで、はい、はい、はい。わかる ?3 発ぐらいチェインしてるのわかるかな?あ、ケイロリの霊薬飲んでねえや。ここで飲めるか。飲んでるだと?飲む?俺、これ霊薬間違えてきてない?これローリング強化ついてないか?なんかそんな気がするな。関係ねえよな、そんなの。はい。はい。はい。わかる?いつもよりもチェインがしっかり入ってるのわかるかな?これが強みなんだよね。うん。これが強み。これが強みだから、火力は見るな。火力は見るんじゃねえ。痛え。ダメージの透過交換。はい。で、ジャンプ攻撃しっかりと入れて、スタミナの残量確認して、モーション切れるなら切っとく。で、こういうタイミングで、しっかりとこれ行って、中入って、ここで攻撃入れといて、カメラのがブルブルしてる、ブルブルしてるんだけど、はい、わかる。3発、4発ぐらい入るのわかる?これ。スタミナねえんだけど。これが強みなんだよな。うん。これが対マレニアにおける、ある意味では、戦いやすい戦術と言えなくもないよ。割と戦いやすい。戦いやすさはある。はい。はい。はい。しっかりとスタミナ蓄えて、スタミナがマジやばいんだけど、はい。はい。はい。お疲れちゃん。はい。といったところになります。マレニアとかレナラ戦、改めてね、見直していただけたらわかると思うんだけど、いつもよりもしっかりとチェインがね、繋がってる。4発ぐらいマレニアに関しては入ってるし、レナラもね、ほとんど、スタミナの問題だけだったかなってぐらいで、しっかりとチェインが入ってね、倒しやすかったので、ある意味では刺さるボスもしっかりいるんだけど、そうじゃないボスとか、ちょっとね、扱いにくい部分のボスっていうのも、一部ね、いたりするかなっていうのが個人的には、あります。さっきも言ったけど、特大系だったら特大系二刀流でジャンプ攻撃で一発ヒットアンダーウェイを繰り返すスタイルを取ってもらった方が、やっぱり火力面でもね、有効だし、状態上の蓄積面で見ても有効だしっていう部分になるから、やっぱ、まあ、良くも悪くも標準的であり、良くも悪くも中途半端な部分っていうのも当然ね、やっぱりあったりはする武器ではあるんだけど、まあ、ある程度ね、その見た目とか、そういうので、使い込んでいくっていう部分も、このソウルシリーズにおいては何よりも大事な要素になってくるから、逆にね、その使い込んだがゆえにできる立ち回り、みたいなのっていうのもね、面白さにつながってくる部分だと思います。私は正直、攻略面にはね、体験はほとんど使うことがないので、もう素人同然のプレイを今日は晒してしまったわけですが、まあ、足りないところのね、火力感に関しては補う方法っていうのは今日紹介させていただいたような形になありますし、まあ脳筋型で本当はね、やった方が分かりやすいかなとは思うんだけど、脳筋型はね、もう脳筋型で特大二刀流というね、最大の強みがあるので、技量編でね、今回は紹介をさせていただきました。まあ技量に関しても、まあ居合をね、使うのがいいよっていうのはいつも言って
ってる通りではあるんだけど、技量進行型のビルドなんかで使う体験っていうのもね、一つ面白さはあるビルドかなっていうふうに個人的には思ってるので、興味のある方はぜひね、こういう運用も一度検討してみていただけたらと思います。はい、というわけで今回はここにてお開き、次回の動画でまたお会いいたしましょう。バイバイ。